is an after-school on radio where the members of Jen's company struggle and work hard to improve their talking skills. The headmaster of the school is Higashibukuro from Saraba Seishun no Hikari. Of course, the personalities of the program are Jen's company, and you are the one to choose the topic for them to talk about. All right, it's time for tonight's class. Hope you enjoy the program on Radio Kansai. Welcome to Saraba Radio. 時刻は夜10時になりました。ここからはスクエアニックスプロデュースのアイドルグループジェムズカンパニーのトーク塾、私塾長のさらば青春の光東袋です。さあそれで始めましょう。今月の生徒は、はい、大阪出身ジェムズカンパニーの水科葵でございます。そして、はい、同じくジェムズカンパニーのラニヌネネでございます。はい、はい、今日はちょっとお二人からちょっとお詫びの言葉があると。はい、はい、前回のさらばラジオの、エンディングトークにて今回の放送が100回目だと言ったものの、なんと99回目でした。誠に申し訳ございませんでした。誠に申し訳ございませんでした。これはどういうことなんですか。それは皆さんは今週100回目だと言うて、はい、お祝いしようと気持ちになったと思うんですけれども、はいはい、まさかの99回目。そうですね、前回のエンディングの時に、はい、私の右耳から流れてきた情報からすると、はい、99回目で次は100だって確かにありましたね。とあるジェムズカンパニーのスタッフが、はい、もうテンションが上がって言ってたので、勢いよくね、そう、じゃあこれは本当だろうなって思ってたんですけれども、こちらも疑いの余地がなかった、あのテンションだと。そうですね、はい、で実際99回目だと。そう、はい、これなぜこういうことが起こったんですか。いや、もう、はい、これは、はい、私たちの、まあ、確認不足もあるんですけれども、そうですね、まあ、見切り発車をしたスタッフが、そうですね、もうスタッフがですね、自信満々に、もう99回やぞみたいな感じでしたね。ということはこれスタッフが悪いと。そうですね、水根ねは悪くないと。まあでも先ほど次撮る時が100回目だっていうことで、はい、ね、盛大にやってくださるんですよねって言ったら、はい、大きくうなずいていらっしゃるので、ね、何か用意しようみたいな感じで ね、なるほど、お詫びの会として100回目は盛大にやると。はい、はい、その通りです。その通りです。もう分かりました。まあね、誰だって間違いありますからね。そうですね、まあ、暗い99回にはしないとこハッピーに行こう。そんな大した話じゃないからな。はい、行きましょう。じゃあ1通目、はい、はい、ラジオネームヨヨさんからいただきました。以前三者面談でラーメン屋トークをさせてもらったのですが、うん、自制心を持ってラーメンをそこそこセーブできたと思っていたら、はい、水科葵さんがアフリカラクレナイさんとコラボ絶賛開催中になってしまったじゃないですか。何それ。で水科は舌がおかしいのが周知されているんですが、何にや塾長は辛い系の麺はいけるんでしょうか。どういうこと。まずそのアフリってあのアフリでしょ。そうです、実はアフリカラクレナイさんと、はい、そしてゴチメシさん。ゴチメシさんっていうのはアプリでいろんなご飯がこう、はい、チケットだったり買って絶対ギフトで送れたりするものなんですけど、はい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 、それと水科葵、実はコラボさせていただいております。何それ。今そうアフリのカラクレナイさんの店舗に行ったら券売機から水科葵の声が流れます。へえ、てかカラクレナイっていうのはまたアフリとは別であるってことなんや、はい、そうです、辛い方の専門。ああそれ知らない、うん、店舗どこ。新宿です。あ、新宿にあんねや。サムラード店。へえ、そことコラボして。そうです。で、何メニューとかもどうですか。いや、メニューはもともとあるやつなんですけど、うん、はいはい、例えばなんかゼロ丁目門外とかっていろいろ。ああそこで押したら、そう流れてくる。はあ、辛いの好きやったよな、確かに。めっちゃ好きです。あ、それもあってっていうことですか。そう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 。これいつまで結構まだ続く。2月の末まで。じゃあみんな早めにや、うん、あぜひね、あの28丁目っていうあの一番辛いのがあって、うん、唐辛子とかがもうバン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 入ってるやつ。それなんか頼んだ時に、うん、あの胃薬も一緒についてくるぐらいめっちゃ辛いやつなんですけど、めっちゃ美味しいんですよ。食べたんや、それ。食べました。完食できんの、そんな。あ、しました。やっぱすごいね、その辺な。そうよね。うわー、いや俺も無理やもん、辛いの。それ、うん、なんなんその水しは。それは何を求めて食べんの、その辛いの。刺激。その刺激がいいの。なんか、うん、
なんでしょう、もちろん体は正直なんで、はいはい、鼻水も出るし汗もかくし、で胃ももちろん痛くはなるんですよ。なるんや、なんの、なるなるなるけど、やっぱ美味しいし、なんかその痛みが心地いいから。はぁ、で、なんか楽しいも入ってんの、それはちょっと、うん、食べながら美味しい楽しいが入ってんねや。ありますね。はぁ、それえ、でもそれでまあ胃も痛くなって食べ終わった後は、うん、まあまあなんとかそういう生活はできんの。あ、全然大丈夫、生活は普通にできるんですけど、なんか早めにまあお薬飲んだりだとか、まあ、お水たくさん飲んだりだとかも、お店が出してるわけやもんな。え、挑戦する人ってどれぐらいのペースでおるん、はい、結構おんの。あ、でも結構いましたよ。おんねや。だからさ、うん、ある程度いったらさ、もう辛さのレベルってわからんくなるんじゃないの。いや、違うの、ちゃんとわかるんちゃいます。うん、段階を追って辛なっていくんか。え、じゃあ一回さ、なんか、うん、何並べ替えとかできる、もし言われたら。ああ、この辛さの段階な、うん、あ、おもろさない、それな。やりたいな。あ、わかるんかな、それってな。だって一回でもう下バカになるじゃないですか。バカにはならんけど、うん、もう痛くて、うん、これはちょい辛とかもあんの。ゼロ丁目が門外って言うんですけど、うん、それがうちのジェムズくんめちゃめちゃ辛いの苦手なんですけど、もうなんか辛いものの食べ物で一番うまいっていう、大絶賛してバクバク食べてたんで、あ、じゃあもう苦手な方も食べれると。もう大丈夫。すごいな。ソンデルスープのやつもちゃんとあるんで。おー、うん、おー、ちょっとこれはじゃあ苦手な方もぜひぜひアフリさんに行ってもろて、水品葵の声も聞いてください。はい、うん、はい、さあじゃあ行きましょうか。はい、それでは1時間目スタート。フリートークボックス。さあ、毎週リスナーのあなたとスタッフからの事前に話してほしいトークテーマを募集し、ボックスに入れてあります。今から抜き打ちでボックスからジェム館メンバーにお題を引いてもらい、トークしましょうというコーナーでございます。さあ、じゃあ今日は姉ちゃんが引くの。うん、でももう2人で決めてるものがあって、うん、決めてるって何よ、これ見えてたらあかんねんからな。決めてるって何、これってことじゃない。ちょっと見えちゃう。なんでやねん、目の前にもうあるんです。それは文章量がね、一番なんか多そうな。そう、なんか中は見てへんけど、いっぱい書いてそうなって。これがめちゃめちゃ文章量あんで、ちっちゃそう。フリートークボックスや言ってんの。じゃあ紙皿やめてもらってもよろしい。だってもうこんな、何がやん、うん、じゃあ、じゃあ開けますね。やりーな、うん、あ、何、JP チップさん。うわうわうわ、もうアルファベットの漢字も読まれへんから。あれからです。はい、大人にめちゃくちゃ怒られた話。大人にめちゃくちゃ怒られた話。怒られた、そんな、もうこの20代超えたらそこまでないでしょ、そんな怒られたって。多いですね、なんか人生をいかに楽に生きるかしか考えてないから、あんまり怒られて穏便にとか、なんかあんまり人に怒られたことないかも。え、そのちっちゃい頃もそんなに。そうですね、なんか人の顔色を伺う子供だったので、全然、あー、もうそこうまいこと切り抜けてやってきたんや。そうですね、先生とかに怒られたことないです。え、でもあるやん、そう、反抗期あったら、あ、親とバッチバチみたいな。そうですね、そういう時期はあった。あ、うん、何のは暴れてましたね、うん、意外やな、聞くわ、うん、なんか外で発散しないから、家で。わかる。それ何、どういう、まあお父さんお母さんに暴言吐いたりとかしてたん。あ、暴言吐かないです、吐かないです。何をしてたん。なんか、うん、やっぱ姉がいたので、うん、そう、なんか姉と比べられたりとかがあったんですけど、はいはいはい、でもなんか姉がどっか行った時から、うん、どっかで、なんかあの高校卒業してどっか行った時くらいからもう親と一回も喧嘩したことないです。それまでは結構喧嘩してた。そうですね。それで言われて怒られんの、そのことに対しては。でも一回めっちゃ怒られたことあったのが、うん、小学校の時に幼馴染と帰ってる時に、うん、そこの家の人が急に出てきて、うん、コロッケくれたんですよ。ほうほうほう。なんかコロッケあげたからあげるよって言われて、はいはい、幼馴染とやったコロッケだーって言って、うん、持って帰ったらめっちゃくちゃ怒られて、そんなもんもらってくんな、食べんじゃないって言われて、でも
その人怪しくないじゃないですか、自分たちからさ。でも親は知らない人からのコロッケを食べるんじゃないって言われて、でもどうしても食べたくって、うんうん、でも目の前で捨てられちゃってコロッケが。で辛くなって幼馴染の家に行ったら幼馴染も捨てられてて。その頃はな。でも親同士な、もともと仲いいんですよ、幼馴染の親同士も。で2人が連絡取ってて、なんか怪しいコロッケもらってきたの、こっちももらってきたみたいな。まあでも親からしたら心配なんちゃう、知らんとこからっていうのはな、あったらな。それが一番怒られましたもん。それがコロッケで怒られた。コロッケどうしても食べたくって、だって家追い出されましたもん。コロッケで。で家追い出されて、で辛くなって幼馴染とこ行ったら幼馴染も、ダメで、おばあちゃん家に逃げました。これどうですか、ミズシーは怒られた経験。コロッケをもらうことはまずないんですけど。そういう経験が敬語やな。でも。結構大きくなるまでずっと反抗期で、ほんまにだって仲ようになったのもこう上京するタイミングぐらいになってやっとなんで、だいぶなんやろ、学校行きたくなかったんで、とりあえずお腹痛い頭痛い、お腹痛い頭痛いを繰り返して、なんとか学校休もうと必死で、はいはい、その当時は、そうそうそう、で一回なんか幼稚園の時にパンにジャム塗るか、なんかピーナッツバター塗るかみたいな感じで、なんかそれがたまたまなんか気に食わなかったメニューが出てきて、こんなん食べたくないみたいな感じで、物置みたいなとこに放り出されて、あーもうわがまま言いなさんなって、そう裸足で、一応解放された時足の裏見たら真っ黄で、もうな、もう反省しなさいってことやからな、それも含めて、人間あんな足の裏になるんやって初めて知って、まあだからそれは教育の一つやもんな、そこら辺はな、なんやろな、だからまあ俺もそうやな、それが学生の時とかだったらな、あの要はさ、今やったらさ、エレベーターとか人を感知したらパッて開くやんか、当時もうほんまにガーンって結構挟まないと開かへんみたいな感じだったのよ、足の人に反応せえへんみたいな、で高校の時に言ったら多分新商社用のエレベーターがあって、でそれってまあ基本的に生徒を使ったらあかんのよ、でも先生はなんかもう、あもう年いってる人とかおるから使うみたいな、でちょこちょこそのエレベーターの中に潜んで先生が入ってくるタイミングでガーンって挟むみたいなの流行ったね。もうおとなしい先生をね、僕でもない学校だな、それをなんか、あ先生来た来た来たっつって閉まるボタンを押してガーンって挟んで何してんねんみたいなのがあの流行ったのよ。でそれを同じ先生にそれを3回目やった時に、お前らなんかやんねんっつって お前これまあまあこの当たるところの言ったらあの壁というかエレベーターのこの外側の部分とあの中にゴムの部分ってあるの分かる、なんてそのゴムのとこが痛いやんぞっていうのを正確にその感想を伝えてくれはった時だったわ。めっちゃ優しいですよ、2回目まではちゃんと我慢してくれてる、いやそう、どこでだけどな、もうそれもな、あとで、ちょうどよもうスッと入られる時の中にいる時の目合わせあった時のあと気まずさとかもあるんだよ入ってもうてるからこっちもっていうのは怒られたな、めっちゃな、まあそうやな、まあ最近になって怒られた話はあんまできへん話があるわな、あれ、まあまあまあ99回目だったね、99回目だったな、100回目だったら聞いてたかもしれない、どういう違いやねん、私、改めて、続いて2件目、ジェンスカンパニー東袋 from さらば青春の光、さらばラディオ電話で三者面談。さあこのコーナーはジェムズカンパニーメンバーと私塾長と電話をつないでお話しましょうというコーナーでございます。本日の特別講師はラジオネームユージンさんです。もしもし。あ、もしもし、よろしくお願いします、ユージンと申します、よろしくお願いします、ユージンさん初めましてですかね。あ、初めまして、ね、はい、よろしくお願いします、じゃあお二人からご挨拶を。はい、ユージン久々です、水品です、お久しぶりです、いえユージン何のやでねねちゃん、わーい、もうなんか友達みたいな、ユージンさんのテンションに合わすの、わーい、もう顔見知りと言いますか、何回もお話しされたんですか。まあ結構喋って水品個人的に何回かイベントで、お会いしてて、そうですね、ユージンさんは
ジェムカンファン歴的にはどんなもんなんですか？一応もともと私あのリアステージのオタクというか電波組さんのファンで、うん、ほうほう、ジェムカンの結成の配信を見ていた。へえ、そこから、はい、うん、すごい。じゃあもう初期やな、ねえ、うん、誰推しなんですか？あ、一応ですね、はい、水氏推しです。イエ、一応っていうのはそうですね、うん、みんな好きやけど、みこみこ、まあみんな好きですけど、はい、みこみこも好きですね。みこも好きで、ねねちゃんのこと、ねねちゃんすごい頑張り屋さんで応援してます。お気遣いどうも。大人やな。いや、そんなつもりないですよ。お互い大人やな。いや、本当にビルダーズの時とかすごいリーダーシップ取って頑張ってましたし、はい、今日やつ仕事なんやで、お前ちゃんと喜んだれや。ありがとう。お前いつも親みたいなんよな。あ、そんな感じなんですか、ちょっともう距離感が、うん、ビズシのどういうところがいいんですか、ビズシさんは。ビズシですか、まあ、まずやっぱりその歌のところですかね、うん、はいはいはい、まあ、あとその、うん、我が道を行く感じですね。まあ、そういうとこも応援したくなる。そういうことかな。でも逆にビズシのここ直してほしいみたいなとこないですか？そうですね、うん、ありそう。あの、はい、すごいファボというか、ほう、はい、ネトストという感じですかね。すごいしっかり見てるところが健康に大丈夫なのかなっていう時もありますね。はい。なるほど。どういう心配？だからそこで傷ついたりとかもしないかなっていう。あ、まあ多分メンタルはまあそれなりに大丈夫なんですけど、もっといつまで起きてるんだろうっていう感じはありますね。そういう心配ね。ユージなんか、はい、あれ親戚やったっけ？いや、もう親心やで、これは。あ、パパ、うん、だからそっか、そういうネットをこの時間までやってるとかいうのを知っちゃうとってことですよね。まあそうですね、うん、大丈夫や、寝てるで。本人そう言ってますわ。まあそうですね、そういうことで、はい、まあ大丈夫。丸め込まれてる。じゃあ、今日はそんな感じでいいですか？違うよ。はい、いやいや、ないやな。なんかすごい独特のリズムですね、ユージさんね。確かに包容力ある感じの。うん。なんか今日はどういったご用件だったんですか？あ、そうですね。はい、あの、私ですね、うん、まあ、2月からですね、まあ、転職して、はい、まあ、新しい会社で仕事をするんで、まあ、新たなことへのチャレンジということで、はい、まあ、やっぱ最近ですと、ミズシーはアフリさんとコラボしたりとか、ある意味オタクはアフリ28丁目食べるのもチャレンジなので、うん、皆さん最近なんか新たにチャレンジしたいことがあったらなんか教えていただけたらなっていうところで、はい、ほー、新たなチャレンジね。これは、いや、転職なんかすごいチャレンジですよ。いや、ほんとすごい勇気いることや。初でした、転職は。あ、え、2回目ですね、はい。それって勇気めちゃくちゃいるでしょ、だって。まあそうですね、うん、今までもずっと異業種とかやってますので、はい、うん、まあやっぱでも不安もありますけど、すごい興味がある部分であったりとか、新しいことで楽しみではあります。なるほど、そういうスピリッツがあるからな、この人はな、ユージンさんは。おう、どうですか、チャレンジ。うん、まあ、水島、まあ、アフリとも、まあ、これはもうね、まあまあ、コラボもチャレンジではありますけれども。そうですね。うん、まあでも、ジェムズカンパニーとしてもね、まだまだチャレンジできることもあるし、うん、ね、もっとね、外に出れるような活動、うん、はいはいはい、欲しいなぁなんて思ったり、偉い人。まあそうか、これお仕事いっぱいしたいなぁなんてね、うん、偉い人を。違う違う、うん、そこ懇願してもな。チャレンジやから、そう、自分で仕掛けていってっていうところもあるじゃないですか。うーん、ね、だからまあ今のご時世的にもあるかもしれないですけど、その言ってもまあネットがこんだけ発達すれば海外とかもね。あ、だからそういうのはどうなん、ジェムカン海外っていうのは。いや、まず、うん、海外進出するためには、はい、我々語彙を学ばなくてはいけないんですけれども。大丈夫です、親ほらおった方で。イエス。一番3、4歳でも知ってる英語。イエス。いや、うん、英語はまず、まあ、共通語やから絶対喋れた方がいい。イエ、うん、でも、知ってるよ。うちのメンバー英語を喋れるのマジ一人ぐらいしかおらへんから。ユーも知ってるよ。違う、うん、一番難しいの言ったら、プロフェッショナル。はい、カタカナです。
ねえ、ゆうじさん、これで海外進出とはいけますですかね、これはね、いけそうですか。まあそうですね、意外にアニソンとかやっぱりそういったところは強いので、優しい、歌さえあれば結構海外の曲ってすごい盛り上がるっていうのはありますから、はい、デムカンもいろいろ最近声優やったりとかありますからね、はい、そういったところでタイアップをしてイベントに出てくると海外の、まあ最近フェスなかなか難しいですけど、オンラインとかであったらチャンスあるんじゃないかなと思いますね。姉ちゃんの英語よくてもいけるかもしれないってことですからね。そうですね、はい、いや厳しい。 Yes we can。 いや、なんでオバマなんですか。お前ちょっとネタ古いで、ね、もうちょっと新しい。オバマさん言ってたっけ。 Yes we can。 え、じゃあ、え、これは英語じゃないんですか、オバマさんが作った言葉。英語やって。すごいな、こいつ。ほんまに。え、どういうこと。オバマさんは何人やと思ったんですか。オバマさんは、うん、アメリカの方。うん、で、あの、すごく偉かった方で。偉そうにしてはったからね。で、偉い方で、あの、Yes, we can っていう英語を言ってた方。うん、英語なんやろ。え、でもそれってオバマさんが作った言葉じゃないですよね。違うよ。え、もともとありますよね。Yes, we can。あるよ。どういう意味でしたっけ。じゃあ一個ずつ、イエスはまず、うん、はい、はい、で、we、うん、皆さん、can、できるってことは、みんなできる。やればできる。うん、高岸。ごめんね、友人さん、せっかくの電話。ね、チャレンジしたいことを聞きたかったんですよね。まあ、英語チャレンジしないとね。もう電話切れたんじゃん。いやまあそうですね、まあ、姉ちゃんの語彙力を、まあ、今回の機会で学ぶっていうことで、ね、確かにな、うまいことまとめてくれはったわ。優しいワードがよろしい。こういう優しいファンに囲まれて生きています。幸せだね。でもまあそうやってね、そのユージンさんもジェムカンとか応援してる方がチャレンジしていく姿を見ていきたいですもんね。そうですね、うん、はい、結構皆さんいろんなタイプの方がいらっしゃるから、はい、すごい、なんだろう、ツイートにしても絵描いたりとかいろんな方がやったらいいなって思いますね。そうよ、攻めていこうって話ですよ、どんどん、うん、ね、うん、じゃあこれはちょっとユージンさんに言われましたから、今年はもうチャレンジしていく年にしますか。へい。まだやってんのお前。なあ。え、じゃあ英語担当任していい。イエス。ちょっと自己紹介だけしてよ。ハロー、My name is ねねなにぬ。I'm from Japan. I speak English. I like apple. I don't like human. 人間嫌い。Thank you. すごいね。グッピー。グッピー。え、なんか熱帯魚の話してる今。すいませんね、もうちょっとゆうじさん。はい、まあこんな感じですけど、今一応チャレンジはしましたから。ありがとうございます。喋ることが大事だと思います。大事ですからね。優しい。ね、マネージャー向きですよ、ね。褒めて伸ばしますから。Yes. はい、そうです、ね、はい。すいません。ありがとうございました。ありがとう。こちらこそありがとう。はい、またお願いします。またな。はい。2月9日にデジタルリリースされた、ここのラジオでは初めて流させていただきます。ジェムズカンパニーの新曲、星野ひなか、コセドラム、なにぬねねで、IC スイート。今何してるの？コートのポケットの中に君を探した。他には MV も公開されているのでぜひ見てください。はい、初の3人とですね。そうですね、可愛らしい曲ですね、うんうん、この2人といるとなんか落ち着くんですよね。ああ、そう、水しは落ち着かない。
いや、あれ落ち着くよ。なんやねん、もう自分でボケそうって。なあ、でも初だけど、そんな感じもしなかったですか。そうですね、なんか声の合わせもすごいなんか合ってたり、水しか合わないですか。どうですか。あの歌に関しては僕の方が全然あの、うん、自信がないので大丈夫そう。私が大丈夫そうでした。うん、いや可愛らしい曲で、はい、いっぱい聴いてくださいね。いっぱい聴きましょう、ね、はい、さあじゃあエンディングでございます。99回目のエンディング、インフォメーション言っときましょう。はい、じゃあこれがね99回目のインフォメーションということで頑張らせていただきます。はい、はい、さらばラジオは皆さんのメールで成り立っております。電話で三者面談、ふつおた、番組コーナーへのメールはすべて gc@anitama.com gc@anitama.com まで。たくさんのメール、番組へのご参加お待ちしております。電話で三者面談へのエントリーの際は電話番号をお忘れなく。また番組アーカイブが公開されておりますので、詳しくはジェムズカンパニー公式ホームページからチェックしてください。はい、そしてラジオ関西ではさらば青春の光東袋の学生芸人夜明け前が毎週日曜24時より放送中です。ぜひこちらもよろしくお願いします。さあ、ということで99回ということでね。そうですね、99回がこれがね、そうか、はい、本当の最終回となりましたけれども、だから終わらないですよ。99で終わっちゃうんすね。あ、東袋塾長が終わる、うんうん、え？そういうこと？そういうことですか。来週から塾長のところをポンネが担うと。担うの、やっぱ3人でやるの。だいぶ不安やな。ま、いやでもね、まあ、あの次100回の時は、うん、あの盛大になんかって言ってましたから。そう、はい、で期待してます。乾杯しましょう、ね、はい、これはじゃあちょっと皆さん来週お楽しみにということで、はい、お相手は生徒代表、今月はジェムズカンパニー水品葵と何ぬねねと塾長さらば青春の光東袋でした。バイバイ。